マジで。これこの人はマジで何語か分かりますよく分からないんですよ。え、この一番上のやつ、そうこれ中国語とか香港の時代とかじゃない、読めますこれ、わかんない、ちょっと調べてみる。この人に友達の女の子たちがめっちゃ気持ち悪いって言われてきたって言われたら、うん、何人なんだろうな、日本語おかしいな、ゲームが超日本語おかしい。ちょっと待って、あの手書き入力みたいなのができるから、手書き入力、そう、スクショ送る。あ、なんか消えちゃうんだけど、ちょっと待って、こっちに入力しよう。こうやってこうやってこうやって、でその人にこう書いて、これかな、で「へ」みたいな字を書く、これだ。あ、消しちゃった。何やるんですか。いや、あのこういう風に手書き入力できるんだよっていうのを写真撮ってじゃ消しちゃった。あれ写真撮れてないじゃん、はい、ここにあの文字を書いて、で知らない文字でも書けるっていう、これなんて言うんだろう、論語の言葉その9って書いてある。何、アホって思う、アホって書いた。あ、そうなの、あのここにあれアホって書けてんの、あ、確かに書けてる。薄くて書けてないと思った。なんかこの人に、うん、俺はどん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 か、そ、こ、しこ、な、なにこれ、これさ、はいはい、やっぱり中国語の翻訳にしないと分からない。そうなの、メタフィジックス、なんで、どうしたどうした、え、これ英語じゃないので英語になってる、これ中国語だろう。なんで英語になる、中国語って認識しろよ。待って、どこ、おばあちゃん、反対熱くて、ちょっと待って、読み方ね、はいはい、ハウアーハウアーだって、ハワイ、暑くてみたいなの書いてある、暑くて、どういう名前だよ。反対じゃないかもしれない、反対かもしれない、反対は違うか、こういう字じゃないか、ハワイ、うん、ハワイって何、日本語にしてみよう、日本語にできる、熱くて出てるでしょ、刑事上学、え、ちょっと待って、メタフィジックス、これ刑事上学って意味らしいな。え、そうなの、刑事上学じゃないでしょこれ、なんでこれメタフィジックスになるの、おかしいよ。え、刑事上学って調べたら、凡人出てたんだけど、
マジで。あ、じゃあこれ刑事表がつって意味では。刑事の字がその字で、トリガーがバラバラな。メタフィジックスって意味では。そうなの。前のアツチ。これ日本語がわかんない。あ、アツってやつ消してみたらさ、メタフィジックスになるのかな。メタ、あ、アツ、アツの後のなんかやつがメタって書いて。圧の、圧の方が、シックネス。やっぱり、これ厚さの、分厚さの圧みたい。これの使い方、これの読み方は、シカソシコシサウスタウソウでシカシコらしい。メタに熱いがつくみたいな。メタに熱いがつく、厚さの圧がつくと、なんでメタフィジックスになるかよくわからん。これ何語だ？これ誰かに聞くしかないな、何か。こういう。どうやって誰に聞けばいいんだろう。これこれ何漢字なの？これ漢字でしょ。そう。暑いによくわからない。あれがついてる感じじゃない。中国語辞典だって。ピンって読むらしいし。ピン。ピン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 。ピン。じゃあピンっていうのはあれだよ。中国語発音が分かりやすいようにアルファベットで書いた読み方のあれのことだからピンじゃないよ。これは。他に読み方がある。うん。それのピンは何かっていう。ああ。それの。そしたらさっきのハワイになるじゃないの。じじ。中国にしたら暑くて。暑くてって意味らしい。でも暑くて名前さ。なんでそんな名前にするんだって感じだよね。で、どんなメッセージが送られてきたの、よくわからない。で、メッセージめっちゃ強かったよ。ほんとに。日本におかしいです。日本におかしいです。日本におかしいです。で、俺、キヒロチャイルドって何それ。日本におかしいでしょ。まず。日本語しのおかしいじゃないですか。これ絶対中国だよな。日本語にしたら刑事用が増えるから。日本語じゃないよこれ。中国語だ。中国語だ。待って、これだけで調べてみる。あ、クテってつくのはそういうことか。ながらになるの。ながらとかアンドみたいな意味だらしいな。え、これは完璧にやっぱり厚さだな。厚さのことを名前にするのか。分厚いなんかが好きなんじゃない。どういうこと。名前の意味だから。いや、この人中国語もダメなんじゃない。まず、うん、日本語は大事だよね。この人にちょっと興味深いからさ、英語かなんかでさ、ちょっとどこの国の人ですかって聞けないかな。え、送りましょう、この人に言われる。この人とあんまり話したくはないか。どうやってやるんですよ。ちょっと話してください。え、やだよ。違う。
何やだよ。最初に I'm a girl って言っとくよ。そうすれば話してくれるでしょ。英語わかんなかった。どうすんの。この人リツイートしないんだけど、話しかけられないじゃん。ちなみにね、あ、こうするのか。女の子しかリツイートしないこれ。そうだね。出会いっていうか。ちょっとフォローすんな。DM 開けてないのか。うん。DM 開けてしないからね。バイバイ。話しかけといた。なんだ。え？私は女の子で、あなたはどこに住んでいますか？あなたは中国人ですか？あなたの名前の意味は何ですかって聞いた。あなたに彼女の写真を。おお。あんま可愛くない。そうなん。あれ可愛いって言ってたよね。確かに可愛いけどあんま可愛くない。ああ、髪短いんだな。そうだ、前髪が少ねえから。じゃあやりましょう。オッケー、見てこれ、レインウェイズ回復って何？レインウェイズ回復なんで回復なんで？え、これセーブデータでカエルとプレイしてるやつだから、プレイングウェイズカエルって書いてあるんだよ。あ、そうなの。そうあ、今は1年でしょ。あ、金庫を見つけてあれを開発して、お金は余って、金の石、キム一族ブスだ。キム一族ブスだね、うん、あ、バランスって意味なんだっけ、調べてみるか。あ、収益化、うん、で、人の数は、あ、働いてない人がこれだけいるってわけか。お、儲けた、黒字になってる。おお、売れたな。売れた、うん。左上に書いてる、4994。これウランかな、多分。ああ、よしロード入ってし、こいつどこに置くか。金が見つからない。でも金見つかったらね、金見つけるって言ったのは私たちなんだから、その金をよこせみたいなこと言ってくるんだよね。怖っ。
次の、あ、コーヒーを輸出しろ、うん、テクノロジー、あ、簡単だね。さて何作ろうかな、うん、とりあえず鉄でも掘ろっかな。あれまだ技術がね開発されてないんだよね。どこだっけ、パツこれだね、このマインスってやつだから適当に農場でも作るか、適切なで、うん、とりあえず適当に魚でも取るか。やばいやばいやばい、人気が過ぎすぎてる。え、これ金見つけないと、金見つけないと人気が増えないとか、そういう羽目になってんの。これゲームオーバーになるんじゃねえの、やばいな。ゲームオーバーになる、なるなるなる、ゲームオーバー。待って、頑張って金の位置探さない。どこだろう。あ、人気がなんか増えたぞ、よかった。あ、ここもあるな。これがアップグレードできるな、アップグレードできるになってないな。これによって効果を、近くの効果の近くの農場と、なんだ、はいはい、家畜の効果が上がるっていう、これっていうのが、これはもうこれでいいね。あ、もうできてるね。これで魚が取れる。ミルク全然できてないから、もうちょっとミルク作ろうかな。牛、ヤギにしよう。おお、結構売れてる。で、探索隊は、探索隊どこ行った、あ、いた。こっちに行かせる。うん、黒字になってきた。めっちゃ稼いでるんですか。うん。で、これは金。オークワーズ卿。人気が増えるんだったらそれが一番安全だからな。よし、10%
金の値段の 10% を払おう。でも金を払わなければね、金の、はいはい、金を結局輸出しなければ金の 10% を取れることはないんだけど。あ、もう整ってるわ。任期が3年8ヶ月になった。あとは、おお。で、これもできたかな。ミルクは306で、で、光沢32でしょ。あ、これ違うわ。紅茶じゃない。うん。またミルクが足りないって。うん。じゃあもうちょっとヤギを増やそうかな。待って。こっちに道作れるね。まだ結構いるから、他にも何か作れる。ないんですけど、まあ食べ物はまだ塗らなくてもいい。コーヒーか、コーヒー、コーヒー作ろう。で、どこだ？開いた。農作物を上げ送輸出したら人気が増えますよっていう。で、家畜のアップグレード、家畜のアップグレード、家畜をアップグレードできるの？家畜を作るところをアップグレードする。ゴールド輸出しろって。マジか、分かったよ。でもこれ人に見せるんだったら早くクリアしちゃったら早く終わっちゃうから、このタスクやんない方が逆にいいかもしれないんだよな。だから宇宙開発みたいなもん、うん、何し誰かに渡す可能性もある。どうしよう。まだ働いてない人が知るのがいる。ニートいる。うん。そうじゃない。
エキスポーターいっぱいかな。そろ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 もう一つ作ろうかな。何を作るんですか。え、港。港何個できるんですか。うん、そうしないとね、マジで遅れなくなる荷物を。港がいっぱいで、そうすると一気に赤字だからね、ちょっと多めじゃないといけないんだよね。で、港作ったらから作ったから、こっちの方に運送業者を作っといて、で、運送業者からの建物から出て、それで運びたい資源を作ってるところの施設に行ってから、港に行くまでの最短距離で、最短距離でやっと荷物が送られるから、だから荷物を資源を作ってるところの近くに置くとかするのが一番いいんで。で、金を掘ろうと思ってるから、こっちを探索してる。探索してないエリアがあると、探索してないエリアがあると建物とか道とか建てれないから。で、ここに炭鉱を作ろう。あれ、炭鉱どこだ。あ、まだできてないのね。分かった。今解放された。ペンギンの島ってやつあるよね。なんかゲームありますね。うん、もしよしよと思います。いや、つまらないんじゃない。やってみようか。たら悪くないか、やってみるの。試してみる。魔王、世界の半分のグググって言っちゃった。ああ、それはよくある。なんか放置してたらずっとなんか、あ、クッキークリッカーみたいな感じのゲームで、放置したらどん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 なんだか勝手にやってくれる系のゲームじゃない。道がちゃんとつながってないのかな。本当かな。離れるポイントだろう。ちゃんと繋がってないかもしれないな。これだ。これ緑になってるね。おかしいな。あ、チーズもっと高く売れるけど王国との関係が悪くなるって。やめとこう。チーズは王国の関係が悪くなる。あの
どこだっけこれは。ここは、あ、密輸業者に送るから関係が悪くなる、これは。そうそう、うん、木を売ろう。ちょっと遠くだと作るのが時間かかるんだよね。あ、できてるできてる。できた。あと何作ろうかな。そうだ、木を伐採しよう。うん、ここは豊富に取れる。かなり儲かってるな。一番難しい難易度ないじゃない。うん、儲かってる。だって1万6000とか結構。うん、あ、トルネードが起きた。トルネード。うん。ああ、壊れてく。ぶっ壊れる。やばいやばい。災害で人も死ぬしまって。おかしいな、ちゃんとあってんのかな。あれできてない。できるのか不安なんだけど。カフェイラ。なるほど。こっちを先に作ったのね。で、ここに運送業者を作るか。
誰も働く人がいねえな。あ、働く人来た。ちょってるから家でも作ろうかな。ああ、要塞作れんのか。もう要塞作っとこう。これはいいわ。壊れたら直せないの？壊れたら直せるよ。直せない。直してよ。あ、直したの？うん。この家が壊れてた。あ、そうなんだ。さて、ここに何か作ろうかな。向きは、あ、こっちか。これによって木を切った後に板材が作られる。あれ、なんでこのマイナスになってるの？あ、作ったからか。分離施設も作ってあるから一応攻められても OK な感じ。あ、でもあとで戦車とか作れるようになるから、戦車一番近い方がいいから、ここに、まあいいや。働く人がまだ全然いない。え？道がつながってないっておかしいな。おかしい。あ、本当だ。ここつながってない。
challenge. Dropico itself has arrived to this light mining. It is a message Dropico itself has given. やばいかもな。また人気が。ここには何があるの？わかんない。His Majesty's Jubilee is approaching. Present.
フラニウム。あれタスクが出てこないな。タスクが出てこないってことは、あとはあれをやるしかないのか。憲法来ないしかないのか。宣言できるんだ。独立宣言できないと。あ、なんか出てきた。マジ壁がいらない。
あーこれもう人気が1ヶ月しかない、終わるなこりゃ。失敗した、負けました、無理なんだけど。待って、どっからやろう。一番難しくしてる。ここからやるか。もっと人気になってきてやるぞ。うん、難しくないですか。難しい。ここつながってる。また大衆の支持が、大衆の支持を得られるためにはまずは資金源があって、資金源があってやっとインフラっていうか大衆の欲しいものが作れるから。オペラハウス、オペラハウスは、うん、これ作って、娯楽が少ない、うん、ヘルスケアも宗教、うん、何ですか。このカトリックの教会のこと。
オペラハウスね、確かにオペラハウス、金が足りないか、Presidente. Don't you think His Majesty's Jubilee is a perfect.